おはようございます。どうも星野剛志です。今日はですね、サウスカロライナキュアアイランドゴルフリゾートオーシャンコースから始まってお客様とお別れ、サウスカロライナのチャールストン空港でお別れした後、その後結構強行スケジュールで次男が住んでいるフロリダのオーランドに行って、まあ本当滞在したのはですね、フロリダのオーランドには僕は28時間ぐらいしかいなかったですね。2晩しかいなかったんですけどね、フロリダのオーランドにはもう30時間ちょっとしかいなかったんですけれども、そこからね、ヒューストン経由で長男が住むパームスプリングスに来ました。でパームスプリングスでまあ約3日ですかね、2日半ぐらい過ごして、今日は、いよいよ東京に帰京します。東京に帰ったらね、まあ、早速あの飛行機が16時半に着く予定なんですけれども、東京に帰ったら6時からレッスンの予約が入ってますね。まあ皆さん大変お待たせしましたけれども、12日間ぐらいかな、ちょっとアメリカに滞在していました。ということで今日の動画は帰国編。ロサンゼルス空港まで予定は8時48分です。8時48分到着です。今日の飛行機は11時20分ですので、まあ、余裕順調ですね、まあ、ちょうど2時間、まあ、今6時45分だからね、まあ、事故がなければ順調でしょう。それでは皆さん、このパームスプリングスの景色をお楽しみください。また帰ってくるよ。もうちょっと行くと風力発電めっちゃある。はい、ここはデザートホットスプリングスと書いてありますけれども、ホットスプリングスは温泉ですので、砂漠の温泉なのか。あっちはかなり風が吹いてて砂煙が上がってますけれども、その奥はねパームスプリングスですごく有名な風力発電が広がってますね。これぞアメリカ。私は今日はユナイテッド便で帰ります。ちょうど2時間だね。あと43分でボーディングです。今はですね、チェックインしてユナイテッドの搭乗口の近くで待っています。まあフロリダの次男、パームスプリングスの長男、両方とも足早にやってきたんですけども、まあいろいろね、苦労はあるみたいですけども、2人とも元気だったんで、また再会できる日を楽しみにしています。ちょっと空港でね、仕事して、でこのままあと1時間ぐらいしたら飛行機乗って羽田空港に行きたいと思います。ではでは、今ファースト X を見終わりました。ということで、じゃじゃん、 YouTube 作成でございます。今回はですね、プレミアムエコノミーじゃなくてエコノミープラスという席を利用してますけれども、10センチぐらいですかね、エコノミーより広いんで、僕はそんな足が長くないんでちょうどいい感じです。しばらく仕事していくんですけれども、あと
7時間25分残ってるんで、しっかり YouTube 作りたいと。ということで、羽田空港に4時半に着陸して、今は6時。はい。帰国一発目のレッスンは山本さんです。お願いします。ということで、2週間前の続きをやっていきます。ではでは。もう一回やってみましょう。もうちょっとだけスタンスを広げた方がいいかもしれないですね。そうそうそう。で、両つま先をちょっと逆ハの字にして。そう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 。その方がいいです。おお、だいぶいいじゃないですか。おお。まあでもクラブスピードもちょっと上がってきましたもんね。うん、もう一回行きましょう。よいしょ。油断大敵です。わお。まあこの続きは明日またやりましょう。ちょっと見てみますか。はい、ということで、今日のレッスンの最後は浅野さんでした。まあ今回はですね、キオアアイランド、サウスカロライナから次男のいるフロリダに行って、その後パームスプリングスに行って、今日16時半に飛行機が羽田に着いたんですけど、18時からレッスンして、今21時過ぎです。今週はね、西那須ので一緒に浅野さんとやるんで、西那須のでよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。